どうもクライネット奏者なおです。今日は雑談動画にさせてください。ちょっと今日はね、あんまり誰もやってないアプローチというか、まあ、これもなんていうのかな、珍しい話というか、まあ、迷信に近いかもしれないですけどね、自分迷信批判しときながら何言ってんだって話ですが、吹奏楽部の迷信とかね、批判しときながら、はい、今日の話なんですけれども、まあ、短めの動画になると思いますが、もう簡単な話でございます。以前の動画でですよ、体作りの話したじゃないですか。体の、まあ、を休めましょうとか、無駄な筋トレやめましょうとか、そういう話したと思うんですけれども、具体的にどういうふうな、体のほぐし方をしてるかっていうのを自分喋ってなかったなと思って、まあ、その時はね、喋る必要ないかなと思ったんだけど、まあ、紹介する分には悪くないのかなと思って、で整体師の先生にいろいろ聞いてみてとか話を聞いて、やってみたらすごく良くなったことがあったんで、ご紹介させていただきたいと思います。まず普通にね、まあ、一般的な、まあ、こういう柔軟、こういうスタイル、普通のストレッチ、体育の授業でやるようなストレッチはやるっていう前提で、ちょっと面白いマッサージをお伝えしたいと思います。結構、整体師の先生が最近発見しちゃってるんですけど、ここ、首の付け根のここね、この、なんていうのかな、鎖骨と首の間で、ここら辺見える、あんま自分の肌見せたくないけど、ここら辺ね、こう左右ここら辺、ここをゆっくりほぐしてってください。こうやって、もう何のチャンネルかよくわかんないですけど、ここをほぐすとすごい体がや楽になる。でこれ肩こりとか、この腕の痛みとか、そういう腕に関する、肩とか腕とか、この前の筋肉とか後ろの筋肉がどんどんほぐれてくる、ここをほぐすと。だからね、ぜひ試してみてください。ここみんな凝ってるんだって。絶対凝ってるらしいんですよ、ここって。で誰も手つけない、マッサージできない場所だから、自分以外なかなか整体師の先生がここにグッてやるとやっぱ怖いし、そういう意味でもね、自分でやるとね、自分でこうゆっくりこうやってほぐしていく。で首じゃないや、指ね、指を入るとこまでしっかりほぐって、毎日でいい、少しずつでいいからこうやってほぐしていく。で指がだんだん入るようになってきます、これ毎日やってると。で入ってきたら奥の筋肉も少しずつほぐして、これ5分か10分ぐらい1日やるとね、だいぶ楽ですよ。で楽なのと姿勢が治るんですよ。猫背だったんですけど、自分結構今猫背が治ってきてるのが、まあこれね、おすすめでございます。あともう一つちょっと紹介させていただきたいと思います。これインターネットね、どこでも売ってます。Amazon とかヤフーとかで、これもう商品レビューみたいな、子供用の針って言われるもので、針じゃないんだけど、子供用の針治療で使われるグッズで、これちょっと痛いって感じることもあると思うんですけど、こういうところをね、こうやってこのローラーで、やると、この筋肉はね結構柔らかくなるんで、指の先までしっかりやる。これちょっと痛いんですけどね、で傷つかない程度にね、柔らかくこうやってやると、この指の先っていうのはやっぱりね、楽器やってる人は特にだけれども、疲弊しやすいので、指の先とか、あとこういうところ、腱のところとか、こうやってマッサージするとほぐれてきます。これ非常にいいグッズなので、ぜひ試してみてください。Amazon で1000円くらいで売ってる、500円とか1000円とかで、専門のね、整体師とか針治療の人たちの専門の場所でも売ってるんだけど、なかなか探すの大変でしょ。だったらネットで買った方がいいので、こうやってこういうところをねほぐしていくと、やっぱり疲れがほぐれて、筋肉がほぐれていきますので、疲れが改善されます。結構おすすめなん で、このね、ここにやってもいいの、この前の何の番組だよこれ、番組じゃないよ、動画だよって感じですけど、こういうところでやってもいい、こういうところでほぐしていくと、前の筋肉と腕の筋肉とここほぐすと結構楽になります、体が。で楽器にもいい影響があるので、ぜひぜひ試していただけたらと思います。背中に関してもちょっとあるんですよ、グッズが。今手元にないんですけど、ダイエット器具のミオドレっていう商品が、本でね昔発売されたんですけれども、あれにね、ゴルフボールかソフトボールじゃない、テニスボールとか、あと野球のボールとか、まあ、そういう大きめのボールを入れたり、小さめのボールたくさん入れて、背中にゴロゴロこうやってこう寝ながらゴロゴロすると結構気持ちよくてね、背中の筋肉もほぐれていくんで、それもおすすめでございますのでね、まあ、ぜひぜひ試していただけたらと思います。私の筋肉も柔らかくするっていうか、体を柔らかくする方法のご紹介でした。もうバーって喋っちゃいましたけどね、5分ぐらいですが。
はい、試していただければね、あの意外とあの日常生活に役立つかもしれないんで、これね、あの楽器だけじゃなくて普段の日常生活もかなり楽になるんで、試していただけたらと思います。ということで、楽しんでいただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、サブチャンネルもやってるんで、気軽にフォロー、登録よろしくお願いします。はい、また明日から雑談会、エソードが上げてきますんで、よろしくお願いします。では失礼します。